いやそれにしてもランチうまかったよね。なんかいっぱいになってきたねっていう、思ってたんかいな。なんかちょっと買い物でもしようかなと思って、またカメラ回してんの。まあいいけど、ちょっとプラスおいで。今日はね、さっとこの辺で良さそうなお店があるので行きたいなと思います。さっそくお邪魔します。ランチお願いします。で、こんな感じで見に行きたいなと思います。今日はね、ここのお店に、お店さんに合わせてちょっとあのバーブは来てきました。はい、どうですか。可愛いです。あ、よかったよかった、はい、これ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 見て、このコートすごい良さそうだね。俺もな、実物持ったことはないんやけど。へえ、お高そう。素材が何本ぐらいすると思う。12万。面白いぐらいね。17。でもこれイギリスでしたっけ。そうです ね、イギリスのメーカーでめちゃくちゃ有名な。だってもうパッと見は高いってわかるもんね。色も結構はあのいろんな色あんねんか。オレンジとかも。これってエルメスかなんかでしたっけ。エルメスとか関係ない。バーティアって。ちょっと一回じゃあ着て着させてもらおうか。一回どんなんかを着てみたかったね。その色絶対に合わないね。あ、だからそのさ、隣の。あ、そっちじゃない色ね、うん。そもそもダッフルじゃないから俺あんま似合わないねんか。そうだね、似合わないね。これも服好きな人からしたらたまらないやろな。俺も一回は着てみたかったんな。へえ。袖は通してみたかった。重たい、やっぱり。重たいよ。重たいか。まあ、だってダウンジャケットとかだしちゃうからさ。そうね、うん、ちょっと緊張してメガネこもってきた。うわ、初めてそういう音をします。うわ、すごいな。すごい。こんなもう一生もんって感じですよね。そうですね。手入れって言ったらやっぱブラシとかでこう。そうですね、基本的にブラシ。英国紳士の感じするやんこれ、うん、顔が。でも生地自体も全然違う。触ってみて。あ、触るの。いやでも見た目でもう高いだろうなって思うもん。いや、これは一回着てみたかったん。どんなんだろうなと思って。うーん、すげえ な、 なんかオレンジとかもあってさ、さっきも言ったけどさ、オレンジとかはなんか可愛いなと思って。確かに。ただ17万するからさ、そんな簡単に攻めれるような感じじゃないや。色ではないね、簡単に攻めれる、うん、あとさ、うん、あれもあるリゾルトとかスローとかさ、男の定番品みたいな感じのがずらーっと並んでて、うんうんうん、で今回はさ、結構もう冬も遊ぼってるから、うん、俺がさ、うん、だからどっちかというと小物とかもありかなと思って、あは思ってんねんな、うんうんうん、例えばだからこの辺のグローブとか、うんうん、可愛くない。おー、いっぱいあるね。これがデンツっていうグローブでさ、これもあのイギリスなんですけど。へー、これのセーターがアスコットランドのな、うん、この前。そうそうそう、あそこにもあったやつ、ヘアトリア、うんうん、この辺ね。かわいい色だね、うん、これかわいいよな、うん、しかも色の種類豊富やし、めっちゃ、うん、へえ。ちょっと一旦全部見ていこう。これリゾルトや、この辺全部。お、腹鳴った。リゾルト、おお。リゾルトがずらっと並んでる。あ、すいません。なんかもう男が、男臭がすごいね。あ、なんか服好きの男の人が。ああ、そうやで、ほんまそうやで。あのこの間言ってたさ、ピカソが愛した、何やった、なんとかジョーンさんみたいな。そう、セントジェームスな。あ、ジェームス。この辺とか、あ、めっちゃ軽いわ。うーん、クレセントダウンっていうダウンベスト。めちゃくちゃ軽いですこれ。あ、ダウン100なんですね。羽入ってない。へえ。てか持ってみて、びっくりすんで。え、もうハンガーの重さじゃん。うん、めっちゃ軽いよな。かっこいいな。これも一回着てみていいですか。うわ、めっちゃ軽い。めっちゃ軽いけど、裸にダウンやばい。裸じゃない、間違えた。半袖にダウンはやばい。めちゃくちゃ軽いわ。へえ。どんな歌よりも軽い。へえ。すげえな、これ。見た目では分からんかったけどさ、こんな、やっぱダウン100ってこんなのやな。あんまダウン100のって聞かないですよね。そうです。ですよね。ちょっともうこのまま半袖で回っちゃおう。持っとくよ、じゃあ。あ、いいよ。邪魔じゃん、それ。で、それのダウンバージョン。ああ、めちゃくちゃ軽いんだ。うん、軽いんちゃう、これも。見た目以上に。これは普通かな。そんなこともなさそうな感じだよね。これは普通かな。これもダウン100ですか。そうですね。あ、でもやっぱ大きさがあるからやな。あ、そうね、うん。
あとパンツもちょっと気になってるねんな。なんかもうそれバブアーってやつ、これ違うね。これ、ね、これは何なんですかね。大阪のネセサリオアアンネセサリーっていうブランド。めちゃくちゃ襟元とか見たらバブアーかなと思いますもんね。あ、ほんでオイルも、はい、ついてないですね。中は大事なんですけど。あ、なるほどなるほど。でお洗濯できる。あ、はい、あ、この辺もじゃあ全部そうなんですね。インナーダウン的な感じ。あ、これもコーチだけど。そうか、レザーの手入れとかもいっぱいある。ここ大人のお道具箱みたいな、うん、おー、ほんとだ。へえ。これは洋服用のブラシとかも入ってるってことなんですかね。これは革だけなんですかね。革製品とかですかね、はい、洋服のブラシも買ったりするんです。ですよね、はい。なんかあの石川ブラシってあるじゃないですか、はいはい、あの洋服の5万とか10万ぐらいする、あれとかってやっぱちゃうもんなんですか。持ちが違うと思う。ああ、そうなんだ。いや、気にはなってるんですけど、一回百貨店とかで見てみやんとわからんのであれなんですけど、なかなか取り扱ってるとこないですもんね。お道具箱が大人の、うん、で、後ろがバブアちゃう。ここがバブアですわ。もう触った瞬間にこのオイルついてる感じがするもん。へえ。あ、これは、あ、この前オレンジで見た。そう、作業着。作業失礼な。ねえ、作業ちゃいますよね。男の人は好きやねんけどな。そう、うん、分かんないな、まあ、俺に言わんかったもんな。なんかパンツでね、ちょっとワイドめとかっていう感じの白のパンツがこの辺とかになるんですかね。これ生地はエリーボーン、エリーボーンってことなんですね。スタンデーペインターパンツ、結構ワイドだ。あ、結構やっぱ最近ペインターパンツが流行ってるんですね。よう見ますもんね。そうですね、はい、これとかやったらまあまあ一年中履けるっちゃ履けるぐらいの生地感なんですね。ほんならじゃあそれちょっと一回履いてみてもいいですか。もちろん。ここに椅子があるね。え、部屋みたいになってる。あ、ほんとだ。ここへ行ったくん生活できるじゃん。全然できるよ、パソコン置いたら。あ、すいません、ありがとうございます、はい。なんか合わんねや、なかなか。なんかちゃうねん。なんか合わないね。なんだろうな、なんか違うな。ほんまの労働者みたいになってますよ、俺。そうだね。いや、そうなんだよ。本当にほんまの労働者やろ。そう、労働者風じゃなくて。一回サンド履いてみてみた。これはウォッシュした後のやつですね。ちょっとウエストとか縮み入ってる。それだそれだ、多分そっちや。似合う人がね、履いたらね、いいでしょうけど。誰ですかね。あ、すみません、ありがとうございます。サイズは全然入るんですけど、まあ確かに洗うと若干ちょっとまた雰囲気変わってくるんですね。あ、まあまあいい感じですね。こうやって洗ってるのを履けば、やっぱノンウォッシュのやつやったらパリッとしちゃってるから、この横のとこかな、3本針のステッチになってるから、で引き先とかこうギュッてかがんだ時とかも耐久性があるっちゅう、うん、ちょっとこれじゃあ考えさせてもらいます。すみません、ありがとうございます。ちょっと後でこっち履くかもしれないです。すみません。デンツのさ、グローブがやっぱ気になるねんな。っていうのもアウトドアメーカーのグローブもいいねんけど、やっぱりデンツ、おい、おらんな。あと、ここに、ああ、こっち映っちゃうのか。こっち側から撮ったらということで、この辺もな、あのめちゃくちゃいいやつやね。中にウールがついてる。ちなみにこれジェームスボンド、007のジェームスボンドがつけてる、うん、手袋。これ見てこの柔らかい質感、うん、かぼちゃみたいだね、なんかかぼちゃの煮物みたいな。すごいね、卵焼きみたい。柔らかいやろ。柔らかい。これ中になウールがあるから、うん、皮1枚だけやねんけども、中手のとこはあったかいね。へー、失礼します。これ犯罪者みたい。だからアウトドアメーカーのグローブとかもいいけど、こういう私服があった時にこういう感じ、うん、あ、すいません、これってサイズってどれぐらい。そうですね、大体まあイケメンのお兄さん。こんなんってやっぱずっと使えるもんなんですよね。そうですね、やっぱり長いこと使ってます。あ、こっちの方が全然フィットしてる。どのタイプがなんかおすすめとかあるのか、一番。まあそうですね、ええもん求められる方はやっぱりこのペカリ、あのさっきの柔らかいです、まあ、中も裏張りなくて1枚になってて、まあ、防寒性でいうとまあこっちが残るんですけど、ウールがあるし、つけ心地といいますか、まあ、物として素晴らしいのは割とこっちの方が、あ、そうなんや、皮も柔らかいですし、
はい、これは何なんですか？なんかシカとかもありますよね。あ、ありますね。これがね、また、デンツじゃなくてグローブスってまた別のブランドになるんですか？違うんですけど。やば。見た目が似てるんですけど。あ、デンツ？じゃあほんなこれ上だけって感じなんですか？ね、デンツ。うん。あ、そうなんや。全然知らんとつけてる。適当や。なんかね、手袋がアウトドア系の手袋みたいなのしかないんですよ。はい。だからなんかこういう ちゃんと私服でつけれるというか、うんうん、ってなったらどういうのがいいんかなと思って、やっぱデンツかなんかなとは思ってたんですけど。そうですね、デンツか。まあ、グローブスイタリアのブランドで、はい、まあ、どっちもつけ心地はいいけどな。デンツの方が若干こう作りが、まあ、指の部分が長めの作りなので、まあ、いわゆる外人の方によく合うようなフィット感ですかね。なんか有名ところで言ったらどっちかってデンツの方がよく聞くんですけど、そうです、ね、このグローブスっていうイタリアの方もやっぱ有名は有名なんですか？まあ、あまり知名度で言うとデンツには及ばないですけども、ペッカリまで行ったら一気に値段上がりますよね。そうですね、ガツンとだいぶ上がってきます。何もすると思う？何もすると思う？3万ぐらい、倍ぐらいしますよね。6万ぐらいしますよね。6万弱そのすんのもう片一方落としたら3万落ちたってことでしょ。そうやで、悲しすぎる。一回この裏地のないあの革のほんまの付け心地を感じてみるわ、うん、でも片一歩で2つかなんで、片一歩で1つ分にもなる。あ、いらへんわ。あ、でもやっぱほんまにこの革のダイレクトに感じますよね。へー。ちなみに色がブラックかブラウンか、どっちの方がいいやろ。ブラウンか分からん。あ、ブラックの方がでも合わせやすいっちゃ合わせやすいですよね。僕あのよくザボーさんのインスタとかブログとか見させてもらってたんですけど、お兄さんよく見てました。そうなんだ、うん、身長高いねんなとは思ってたけど、うん、実際会ったらやっぱ高いと思ってああ、こうやって見たら全然違うけど、ね、色味わかんない、なんか白いところないね。けどこれは多分今のビレイル着てるからそう思うかもしれん。どうやろう、どっちでもいいんじゃない。あったかいよ。本当。はい、すみません、これお願いします。で、あ、これも定番ですわ。へえ。ちょっとシエラデザインも着てみていいですか？あ、言ってたやつさっき。そうなんです。車の中で。一旦ちょっと着てみたくて、あのマウンテンパーカーの元祖。これがマウンテンパーカーかいな。へえ。あ。すごいな、やっぱ今までずっとあるだけのゆえんがあるな。サイズも確かに M やな、ぴったりやな。ほんま？うん、ぴったしだね。うん、かっこやな。うん、サラリーマンみたい。そのパンツもなんか、こんな髪の毛のサラリーマンおらんやろ。確かに、やばいなそれ。もっとみんなちゃんとしてるよ。確かに、ごめんなさいだね。あともう一個、やっぱパンツかな。そうか、ニットがどっちがいいと思う？え、欲しい方じゃない。ニットもでもこれ可愛いな。うん、可愛いね、カラフルで。すみません、あのダブルの白のテーパード若干効いてるやつあったんですけど、はい、この辺とかもいいよね。うん、可愛いね。昔白いパンツ持ってたよね。持ってた持ってた。あれは細めのパンツやったかな。コーデュロイの、うん、あ、そうです、そうです、すみません、すみません、ありがとうございます。なんかパジャマ感出てきたけど、じいさんのさっきよりは。そうやね、形やっぱ綺麗やからさ。うん、綺麗だから、さっきよりは全然いいじゃん。うん、テーパード効いてる方が多分合うんやろうな。あ、さっきよりいいよ。いい？うん。あ、ほんま？似合うかどうかは別として、さっきよりはみんな、なんかうん、いや俺も確かにそれは思うな。うん、あ、なんかそれだったらいいかもね。うん、これのもう一個上にする？サイズ。いや、腹は全然いけない。サイズは全然いけないけどもうちょっと太い方がいいんかなと思って。どうやって着たいかじゃない？あとはそうですね、先にしていただいてたハーレーのセブランのセーターとかも綺麗かなと。なるほど、確かに、うん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 、イメージが出てきた。で、グローブつけて、うん、デンツの。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあ一回ちょっと L 剥がしてもらいます、はい、どうよ。わかんない、さっきの方が私は好きだけど。え、あ、でもそれは別に変じゃないっちゃ変じゃないけど、うん、ちょっと大きめは大きめでありやな。だいぶ大きくない？でもだいぶ大きい、この太ももあたりが。わかんない、上が白だから変な感じするのかな、うんうん、もうさ、アウター系はいろいろ揃ってあるからさ、あとはそれにどう合わせていくかっていうところよ。そう、ね、あ、すみません、ありがとうございます。
これがあのダウン 100% のやつですね。吐き方、吐き方やばい。え、なんだろう、なんかどうした、工場の人になっちゃった。うまいな、こっちやな。うん、これで綺麗だしね。うん、一気に綺麗なのかな。うん、この状態でちょっとセーター上からヒューって合わせてみる。あ、いいよいいよってか分かんないけど、いいですか、いいんじゃない。それでも何色がいいんですかね。逆に僕何色が合いそうですか。アウターとの間に合いそう。あ、そっかそっか。アウターがね、はいはい、ブラックでカーキ系、はい、でベージュとあるんですよ、はい、だから別にまあどれに合わせるでもいいんではいいんですけど、すちょっと一回ヒュッて合わせてみてもいいですか。はい、この上から着てみてもいいですか。持ってるアウターに合う。何でも合うよこれやったら、うん、それでいいやん。どう、大人の男性って感じ。髪の毛以外これってちなみに今42着てるんですけど、44っていうのはもうないんですかね。なんてこれやったらな、最終縮むからさ、ウールは絶対洗えば。ほんと、まあ、洗うもんじゃないって言われたら洗うもんじゃないかもしれんけどさ、これ44、まあ、こっちやな、そっちの方がいいね、うん、こっちやな。これってそんなしないんだね。何が？デンツ？うん、うん、パンツ。パンツ何本でしたっけこれ？パンツが26,800。待って。うん。はい、もっとそんなことない。いやいや、そんなもんじゃん、パンツって。本当？うん。白の郵便バッグ可愛かった。可愛かった。あ、そうか、持ってるの見てないのか。見てない。また映像で見るわ。いや、映像残ってないよ。あ、残ってない。持ってみる？いいよ。ああ、ほんまや、黒がな、大人っぽいな。うん。またスローってゴールドやからじゃん、金具が。そうそうそう、そうなんだよ。あのギンギラギンしてない、ゴールド。いいよね。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。お邪魔します。失礼します。失礼します。いや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 、いろいろ試着したら長引いちゃいましたけどね、まあ、無事あの購入できたということで、またこれもこう紹介するかもしれませんが、お楽しみにしてくださいということで、まあ、ちょっとね、もう冬のアイテムは揃ってるから、うん、ちょっと小物とか、うん、なんかそういうのを見に行ったりしたら、やっぱ今充実してるからさ、うん、よかったなと思います。いやー、ということでね、どうでしたか。結構男が好きそうな感じだったけども、うん、まあ、ああいう店よ、いいよね、うん、多分この中でもあんまりトレンドが好きな人はええってなったかもしれんけど、うん、ほんまに服好きの人からしたらうわたまらんなってなったと思うんで、うん、まあ、この辺でちょっと今日はドローンさせてもらいたいなと思いますので、では皆さんまたごきげんよう、さよなら。ペコリ、おい、群馬娘だって。お疲れさん。